今日の日付は1月24日、2018年ですね。ライトボディ32日目のライク録音です。まずいつものように呼吸は可能な限り深く長く360度バルーン状、球形状に、まあ、とにかくゆっくりと、まあ、可能な限りゆっくりで、同じ速度で流れていってくださいと。で、この時に、ハートの周辺ですね、特に背中側が、内側から外側にこう膨らむ感じ、押されるような感じで、まあ、呼吸をするの習慣づけてくださいと。前側は普通にしてるので普通にできると思いますが、後ろ側はかなり意識しないと育っていかないので、とにかく後ろ側を意識して、まあ、背面側が膨らむと拡張するっていう、まあ、習慣づけをした方がいいですね。で、姿勢的には、先日にも話しましたが、椅子に座ってる場合は、直角よりもやや前向き、気持ち前向き、頭の中心が両膝と尾骨の三角形の底辺の間にちょっと入るぐらい、まあ、気持ち前向きの方が理想的ですと。で、反応ですね。体感的な反応は可能な限りスルーする。もう腸管、どん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 自分を上げていって、高いとこから自分の反応ですね。感情の反応とか、考えの反応、肉体的な反応か、センセーションとか、まあ、エネルギーの浮きとか、微細な領域をもう可能な限り眺める。そこと一緒になりすぎないっていうか、そこに入って何かを感じたり、なんて言うんだろう。感情的に反応したり、考え的に反応しない。で、ただ単純にもうリアクション、反応として捉えると、そこに意味付けをしない。で、ここにぎゅっとまた入っていって、小さく動きにくくせずに、もうとにかくどん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 もう手放す、流す、眺める。もうただ通り過ぎていくのを遠くで観察する状態を保ってくださいと。ですね、もうこの段階ではすでにハートのところに軽いきしみが出ている方もいるかもしれないですね。で、腹部の上部、まあ上腹ですね、上のお腹のところにクリアリングが始まっている方もいるかもしれません。背中的には昨日よりもかなりいい状態にはなっていると思いますが、まだ、左の鎖骨の片側の下っていうんですかね、脇の周辺のところでも変化が起きると思います。まあ、そのまま呼吸を思い出し、姿勢を思い出し、ハートが開く、ハートの開国を思い出し、マインドのが開く、マインドの開国も思い出し、体が開いていくのも思い出してくださいと。で、特に、ハートの背面、なので、一度こう背中を動かして、背骨のところをこうゆっくり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 、どういう状態なのか、まあ、前に倒すなり、横に倒すなり、とにかくゆっくりこう伸ばして、背骨全体を伸ばしてみて、特にそのハートの裏側を中心に、今の状態を、まあ、把握して、なおかつこう緩める、リラックスさせる、ストレッチすることをやってくださいと。人によっては、額のちょっと内側ですね、まあ、軽い反応というか変化が現れるかもしれないです。で、そのまま呼吸を続けてくださいと。で、上腹ですね、お腹の上の方の変化がより進んでいきます。
お手手、ハンドポーズ的には、右手を縦に上げて、指先を上に上げて、ハートのところに置き、その手首のところですね、左手も同じように、指先を上げて、その左手の指先を右手の手首のところにピッと引っ付けるような状態でいっても構いませんと。絶対的な感じはしませんが、まあ、とりあえずその自分の縦軸のエネルギーのラインをもっとこう強くするっていうか、形にするというか、そういう目的みたいですが、その状態でしばらくいても構いませんと。もうゆっくりと波動が上がっていくと思います。で、人によっては右側の股関節ですね、のところでこう変化というか反応が現れるかもしれません。そのまま呼吸を思い出すと。なんか呼吸ぐーっと上半身、胴体全体がバルーン状に膨れます的に呼吸をゆっくり続けてくださいと。で、人によっては鼻の上部ですね、鼻孔の上部でもちょっと軽い、なんていうのか、重い時の感覚が現れるかもしれない。もう鼻孔の上にそれが出てきたら、とにかく顎はちょっと上向きに、より老廃物がこう降りてきやすい体勢というのは姿勢を作ってください。で、より腹部ですね、腹部の脇、腹部でも多角的にいろんな動きというか反応が起きると思いますが、場合によってお腹がこうボコボコ動いたりだとか、特に今は脇側っていうんですか、側面ですかね、お腹の側面のところでクリアリングが強く起きていく感じはしますが、まあ、人によってはガスが出たりとかする可能性もあると思います。で、とにかく、まあ、リラックスして反応しない、感情的に反応しない、思考的に、マインド的に反応しない、もう単純な反応なので、これは単純に反応ですねと、そこに深い意味付けをしなくても構いません。で、そこを離すと、手放すと、どんどん変わってくださいと、どんどん変化してくださいと。で、人によってはハートの前側の、まあ、ハートの中心のところに、かすかにな反応、かすかな痛み的な反応が出てくるかもしれませんが、もうとにかくスルーさせる。上半身、下半身とも、こう、胴体全体的にこう、360度広がるバルーン状になる呼吸を、まあ、とにかく続けてくださいと。とっては左側の左側の中心よりやや側面側の奥に何かこう反応が起きている、リアクションが起きているのを感じる人もいるかもしれないですよ。あとは腰椎ですね、仙骨、腰、まあ一般的に腰、後ろの腰って言われるところの硬さなり緊張なり不整合なりをちょっと確認されてくださいと。ぐっと力を入れた時に力の入り方が違うかもしれませんが、まあ、痛くなるところがよりこうストレスが溜まっているとか縮まっているところなんですけども、確認して認識したらもうとにかくどんどんほどきますと、手放しますと、抵抗しません、どんどん変わってくださいと。で、徐々に上腕とか腕全体ですね、上半身と上腕、腕全体にもクリアリングの感覚が出てくると思います。
で、首の背面ですね。首も、ま、あの、付け根の方っていうか、あの、鎖骨の方とかでも少しずつクールな、ま、クリアリングの感じが出てくると思いますが、今のところは前側は鎖骨の近く、後ろ側は、あの、なんとなく全体。第7チャクラが変化を始めます。少しずつこう、軽い感じ、気持ちいい感じが出てくると思います。で、人によってはハートのところにバクバク感というか、まあ、鼓動ウェーブのドッキンド、軽いドッキンドッキン感が出てくるかもしれません。で、それもとにかくもう反応しない、流す、スルーさせちゃう。執着しない、もう手放す。で、反応ですね、強い反応が出なくなってる方は、もう反応するものが残って、あんまりこう、極端に少なくなってる状態だと思うので、反応が出ないことに、こう、あんまりこう、心配しない方がいいと思います。で、反応しにくい方っていう人もいるので、今まで反応、強い反応が出ていて、反応が減ってくる場合は、もう処理がかなり進んでいると。で、反応が、参加し始めて3の反応があんまりこう出てないんじゃないかなっていう方は、多分後からどんどん出てくると思います。ある程度のところを超えちゃうと。で、これは途中参加ではなく、イセンジ様ヒーリングから、ライトボディの位置から順々に、順番に、とりあえず全部聞いちゃって、全部スルーしたら、あとは聞き流すというか、体に聞かせるだけでいいと思いますが、まずは順番に一度は聞くことをお勧めします。すると多分、速さが変わると思います。で、人によっては左胸の前側、奥側でこう何か動いたりする反応が出てくるかもしれないです。で、より腰の周辺ですね。でもクリアリの反応が強くなると思います。人によっては仙骨の下の方とか尾骨とかでも、尾骨の周辺ですね。なんか硬さが出てきたりとか緊張感が出てきたり。がするかもしれないです。またお腹の調子がこうぐーっと気持ちが悪くなる、特に下腹ですね。下腹のところがぐーっとなんか絞られるような感じがする人もいるかもしれないです。目の周辺でも変化が始まってますが、なんかこうコロコロする感じとか、目の上の方がこう重たい感じとか、ぐーっと密度が増すような感じとか、いろいろありますが、これも次第に変わっていくので、とにかく眺めると、スルーしたと、認識したらもう離れちゃうと。で、第7チャクラの方もよりこう強く、ゆっくり反応が出てきているので、そのうちに頭の方も気持ちいい状態に変わっていくと思います。で、鎖骨の前側の、やや中よりやや左側ですね。なんか鎖骨の周辺、前側、背面、前面、背面、左右ですね。前後左右のところを感じてみて、まあ、違和感のところを認識したら、とにかく手放すと。で、これからハートが出てきたもの、温かい感覚が出てで、鼻の奥ですね、より内側、より縦の中心側に向けてこう反応が出てくる人、特に敏感な人は、長と中の奥の方が動くような感じがするかもしれませんが、この時には可能な限り自分の縦の軸をまっすぐにする。
上半身の腰椎と胸椎をまっすぐ、その上の頸椎もまっすぐ並べると、頭蓋も可能な限りそれに揃えると。縦横こうまっすぐに整列している状態を作るのを助けてあげた方がいいと思います。で、顎の周辺ですね、特に下顎の下側っていうんですかね、喉の上っていうんですよね、のところで違和感が少しずつ出てくるかもしれません。でとにかく呼吸を忘れ、思い出す、呼吸を思い出すと、バルーン状に呼吸を続けると、で姿勢を思い出して、姿勢を維持しながら呼吸を続けると、で反応が来ても体幹ですね、いろんなところで反応が起きるかもしれませんが、もう認識したら離れる、認識したら離れる、そこにこう意味付けしない、ただの反応なので、あ、反応してますね、ラッキー、ちゃちゃちゃって済ませちゃう、それ以上深くこう探る必要はないと思う。首の周辺ですね。より、5日間ぐらいでかなり調整入ってると思うので、人によっては首のその違和感が極端に減っている方もいると思います。右目の上の方の奥の方で変化が始まるかもしれないです。あとは右の鎖骨の腕、片側っていうんですかね。まだこう、処理されるところが残っているような感じになるので、ちょっと肩に力を入れてぐーっと縮めて下ろしてみるとか、鎖骨の周辺をこういろいろ動かしてみるとかして、その今の状態を認識したらこう手放しちゃうと、あ、ここにまだ残ってるんですね、ありますねっていうのを認識するだけで構わないと思います。第三の目のところで、とやや左側の奥の第三の目というより額の内側のやや左側のところでも反応が起きていますが、あんまりもう、 こう反応しない、考えない、努力をしないっていうんですかね、何かをなそうと努力をしないで、単純にそこで反応が起きているのを認識して、認識したらぶーっと離れちゃう、そこに入っていて、なんか探ろうとしたり考えようとすると、逆に、動きが止めてしまうので、もうそこから完全に離れた方がいいです。とにかく、もう考えない、はい、どん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 やってください、自動的にやってくださいって、それを眺めているだけで大丈夫です。人によっては、ちょっとこう、肩の上部をこう伸ばしてみるとか、右、左。ゆっくりゆっくりこう、ゆっくりある程度伸ばし、硬さとか出てきますが、そうなったら、ゆっくり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 こう伸ばし続ける。急にガッと伸ばして、急に戻さない。伸ばしたら、その、またゆっくり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 戻す的な。これも右側と左側と多分同じ状態ではないと。とにかく伸ばす、ゆっくり伸ばすと、でゆっくり元に戻すと、で、まあ、いろんな形っていうか、まあ、伸ばしながら、なんていうの、前に行くとか後ろに行くとか、いろいろやってみてください。とにかく自分の筋肉的にもしくは筋ですよね、がどれだけ縮んでいるのか、どれだけストレスの状態なのか、もしくは固まっている状態っていうんですか、固まっている状態に慣れちゃうと、固まっていることすらわからないので、伸ばしてみないと。でとにかく、いろいろ多角的に伸ばしてみて、状態を把握する、認識する。認識できたらもう離れちゃうと。で、呼吸を思い出す。で、落ち着いてる状態を思い出す。人によってはハートの前面ですね、横に、横ってか、
ハートの中心がなんとなく横になんかバンド的なものがあるような感じがする人もいるかもしれません。認識したらとにかくもう手放しちゃう。はい、どん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 変わってくださいと。どん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 リリースしてくださいと。手放しますと。執着しませんと。コントロールしませんと。どんどん自由になってくださいと。で、まあ、あくびなり、しゃっくりなり、咳なり、いろんなものがこう反応し始めるかもしれませんが、止めないこともガン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 出しちゃった方がいいです。もう奥から奥からガン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 出てくるものなので、止めたら止めるだけ出てくるのが遅くなるだけなので、どんどん出しちゃった方がいいです。で、腰のところですね、背面のところもちょっと動かしてみるなり、ぎゅっと力を入れてまた戻すなり、だから今状態を確認してよりそこにこう意識が当たるところにエネルギーが動くので、そこを認識したら、まあ、そこに、はい、ここがターゲットですよと認識したらそこに動く傾向なので、認識したらそこも離れちゃうと。で、横隔膜、右側、肝臓の上部ですね、かすかな違和感が出てくるかもしれないです。で、ハートの前、まあ、ハート、上半身、まあ胸ですね。胸の下半分とかでもクリアリングの感覚がじっくりゆっくり上がってくると思います。人によっては右の肩ですね。肩関節ですね。ちょっと刺すような感じとか何か出てくるような感じがするかもしれないです。で、胸を開いた状態を作って保つ。に気管支というか、胸の前あばら右と左 の、 接続されているところがこうぐっと痛い感じがする方は、まあ、とにかくそこを認識したら手放す。で、ゆっくり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 拡張している状態をゆっくり作る、ゆっくり縮めると。で、お腹ですね、腹部のクリアリングの状態もより全体的に広がっていく感じがすると思います。人によっては右側骨盤ですね、上のところ、骨盤の前側の腕っていうんですかね、のところでも違和感が出るかもしれません。また、横隔膜の下の左側、膵臓とか脾臓とかの周辺ですね、胃の下のところですねとかでも変化が起きるかもしれない。それが認識したら、とにかく手放す、リラックスする、流す、執着しない、そこにこだわらない、とにかくほどく、眺める。で、体全体がこう、まあ、前後左右きれいに並んでる状態を意識する。ハンドポーズ的には今さっきの、もうちょっと下に下ろす状態、右手が横隔膜のところまで、その下に左手が続いてる感じ、それでも構いませんと。苦しい。合掌ポーズで横隔膜のところの膜のところに親指が来る的な高さで置いても構わないようです。もしくは、
右手は上に向けたまま、親指側を胴体につけ、高さ的にはおへその上、やや上、おへそよりちょっとやや上、左手は手のひらを上に向けて、小指をおへそのちょっとや気持ち上のところに置いて、その上に右手が置かれている状態、もしくは右手が浮いている状態でも構いません。おへそから上とおへそから下のその働きっていうんだろう、おへそから上の方を先に重点的にやりたい感じですね。で、人によっては鼻孔上部の奥のところがこうきしむような感じが現れるかもしれません。多分慣れていくので最初は驚くかもしれません。キキキキッとなんか動く感じがするかもしれませんが、もう慣れていくので、もうどん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 もう慣れちゃう、手放しちゃう、スルーさせちゃう。もう気にしない、反応しない。人によっては足の裏ですね。有線というよりは、かかとの足の腹っていうんですかね。の足の腹の中央とかでもピリピリ感かもしれないです。また額の奥ですね。中央のやや奥側とかにぐーっと何かが入ってくる感じが現れるかもしれないです。で、呼吸を思い出す。姿勢を思い出す。胸が開いてる、拡張してる状態を思い出す。人によっては左の耳ですね、にもあの変化、なんか状態が変わるという、ちょっとぐーっとなんかこう、縮まるような感じというのが入るかもしれません。また右目ですね、右目のまぶたの状態がこう反応する、ヒクヒクしたりするかもしれないです。顎は気持ち上向きを絶えず保っていた方がいいです。で、頭の奥、中心側ですね。中心の奥的に、ぐーっとこう、圧がかかるような感じっていうか、なんかこう、ぐーっと入ってくるような感じがするかもしれませんが、もう単純にもう眺める。反応しない。で、まあ、頭が動きたいようにというか、体が動きたいようにというか、微細な感じですが、こう、ぐーっと動く、まあ、とこが動いてるわけですね。微細に動いてるわけなんですが、その微細な動きに沿って、ちょっとこう、助けてあげる的な。で、胸が縮まない、縮まった状態にしないと開いてる状態を思い出す。人によっては股関節の周辺ですね。太ももの内側とかでもクリアリングの感覚が徐々に始まるかもしれないです。また、恥骨の、前側っていうんですかね、下腹の下の方っていうんですかね、ちょっとこう痒い感じとか出てくるかもしれないです。また前歯、上の前歯のとかでもなんかこう軽い変化っていう
か、吐いたまではいかない、なんかこうぐーっとかなんかが変わる感じが出てくるかもしれないです。で、呼吸を思い出す。姿勢を思い出す。上半身が開いている状態を思い出して、ずっとまた保つ。で、体の縦のパイプ、縦の軸を思い出す。頭全体的にこう圧迫感が少しずつ出てくるかもしれないです。で、呼吸を思い出す。人によっては腕の内側とかにクリアリの感覚がゆっくり出てくるかもしれない。肩甲骨左側の内側でも、ちょっと奥側っていうんですね。奥側でも、クリアリングの感覚が、気持ちいい、冷たい感覚が出てくるかもしれないです。左の奥歯でも反応が出るかもしれません。ハンドポーズ的にはとにかく上腹ですね。おへそから上、おへそ上から横隔膜までのエリアを意識して、そこで三角形ピラミッドを作っておいててもいいし、合掌ポーズでもいいし、とにかくそこら辺がメインターゲットみたいなのって。とりあえず今のところはお腹のところに、合掌なり、三角形なり、ピラミッドなりを、接続しておいてください。人によってはハートの周辺でちょっと冷たい反応、クリアリングの反応が出るかもしれないです。
なぜか、ライトボディの8日目を再、なんて聞き、ちゃんと聞き直した方がいい方がいるようですね。で、とにかく、もう反応はもう達観する。ちょっと右目がまたここ反応するかもしれません。また頭の縦の軸がぐーっとゆっくりゆっくりかすかに動くような感じが出てくるかもしれないです。呼吸を思い出す。上腕の肘側ですね。でも反応が起きるかもしれません。とにかく力を抜いて、もう手放しちゃう。任せちゃう。で、気持ちのいいところに、まあ、溶けちゃうなり、そう、気持ちのいいところに漂っちゃうなり、まあ、気持ちのいいところがどん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 大きくなります、的な、気持ちのいいところに意識を合わせて、どん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 大きくなりなさいと、増えなさいと、拡張してきなさいと。頭の全体的にぐーっとちょっと縮まる感じがするかもしれないです。人によってちょっと感情がハートのとこから出てくる、感情的な体感っていうんですかね、が出てくるかもしれないです。例えば力を抜いて手放す。許す、話す、執着しない。通り過ごさせる、離れる、達観する、眺める。その体を伸ばすなり、ストレッチなり、硬いところを確認するなり、時々確認してあげた方がいいと思います。ちょっと時々動いちゃう。固まらないようにというか、時々動いて、動いたらまた動いたと、動いた、なんていうの、きしむところっていうか、ストレスのところにまた動きやすくなるので、時々動いてください。固まり続けないと。時々体もねじってあげるとか、ねじってあげてまた元に戻すとか。で、呼吸を思い出す。体
可能な限りこう広がってる状態で、ゆっくりゆっくりゆっくりって、まあ、マキシマルまでゆっくりゆっくり持っていく的に、でどん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 あの拡張が進んでいるので、最初は拡張するときにこう抵抗があったので分かりやすくなった、分かりやすかったんですが、これどん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 なっていくと分かりにくくなっていくんですね。で、可能な限りもううーっと胸を膨らませるバルーン状にして、もうそれよりももっともっとじわ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 していったときに反応が出てくるところがあります。位置的に硬さとか痛さとか針とかが、でそれをとにかく認識すると、で認識その拡張が進むにつながって認識しにくくなるので、もうとにかく、まあ、もう一歩先に行くと、また奥のものが出てくるので、それをまあ繰り返す的な、でもう認識したらもう手放す、スルーさせる、もう認識するだけで大丈夫と、あここにまだありますね、はいここに行ってください、的な、ちょっとドキドキ感が上がってくる人もいるかもしれません。かなりか、これドキドキ感とか感情とか反応とかは進めば進むほどどん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 薄くなります。どん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 遠くになっていくというか、小さい感じがするというか、遠くになっていくというか、リアルに、最初はリアルに感じるかもしれませんが、もうどん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 リアルさが薄れていきます。ちょっとハートの周辺やや左側がこう痛い感じが出てくるかもしれません。足首ですね、足首のやや背面、後ろ側っていうか足首周辺で何かこうざわざわするとかさ、なんか何かが起きている感じが出てくるかもしれません。首の周辺、左側がこうポコポコピクピクするかもしれないです。でも反応が起きても、もう知らんぷり、もうリラック、反応が起きたらリラックス、反応が起きたら手放す、反応が起きたらもう意図的に体を緩める。で呼吸を可能な限りゆっくりと深く長く広がった状態で思い出す。あ、新しいお手手、ハンドポーズが来てますね。はい、三角形を作ってください、お手手で。で、その三角形を鎖骨のところのちょっと下に親指、下の底辺ですね、親指を当てて、そのところにしばらく置いていてくださいと。で、同時に、尾骨の左側とかに反応、そういう反応が出るかもしれません。で、お手手的には、その喉のところですね、鎖骨の並びよりちょっと下のところに親指がひっついて、その状態で、しばらくいてくださいと。で、肩は、肩がちょっと上がる、もしくは前が、前に出が、出がちになるかもしれませんが、ちょっと後ろ側にと、意図的に落として後ろ側に、胸がこう前に出るような状態がいいそうです。まだしばらくその状態を続けてください。一
人によってこうじりじり感とか、なんていうの、日焼け、低温やけど的な感じが出てくるかもしれません。まあ、とかもう気にしない。もうスルーさせちゃう、流しちゃう、手放す。で首の周辺、もしくは頭蓋の、頸椎と頭蓋の周辺とかも反応が起きるかもしれませんが、だからもうスルーさせちゃう、抵抗しない、固めない、縮めない、伸ばす、手放す、広げる、コントロールしない、もう自由にさせる。気持ち、親指ラインを、左右の親指ラインをちょっと気持ち下の方に動かして、三角形の真ん中がちょうど、違うわ。人差し指が鎖骨のちょっと下ぐらいに来るまでちょっと下げてください。人によっては、歯に反応が出るかもしれません。前歯の上、前歯の中、犬歯の周辺。多分これどれだけ歯に治療が入ってるかに見えると思いますけど、でしばらくその手の状態を保ってください。で首の中央側とかでも低温やけどみたいな感じが出てくるかもしれない。しばらくその状態でいてください。また人によっては右側の脇のリンパ腺ですねとかでも反応が出るかもしれないです。でドキドキが上がってきてもスルーさせてください。ドキドキがパカンとか上がってきてもスルーと、どん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 慣れていきます。ですね、次のハンドポーズが来てますね。左手は手のひらを上向きに、その上に右手を乗せるというか、指先と指先が反対、反対向き、合掌ではなくて、左手はあばらの横隔膜のところに手のひらを上向きにして、小指側を横隔膜側につけ、その上に右手を、手のひらを下に向けて置いておくと。その状態でしばらくいてくださいと。人によっては第七チャクラのやや後ろ側がこう、キューッと冷たくなる感じが出てくるかもしれません。ちょっと
低温やけどの冷たいキューンな感じのものがちょっと多角的にいろんなところで出てくるかも。特に上半身。でも例えばもうスルーする、反応しない。で、鎖骨の周辺とか首とか頭の上のところが多角的にちょっと冷たい急な感じが出てくるかもしれませんが、とりあえずその状態をまだ保ってください。人によっては左側の肝臓の上っていうか脇っていうんですかね、脇腹っていうんですかね、のところでも反応が起きるかもしれません。まだしばらくその状態でいてください。肩の力を抜いてください。肩も力を入れない、どん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 力を落とすとか抜いていく、ほどく、手放す、緩める、リラックスさせる。違和感気にしない、気にしない、どん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 落としちゃうか的な。呼吸を思い出す。耳の周辺とか腕ですねとかでも反応が出てくるかもしれないです。まあ、とにかく反応はとにかくもうスルー、もう反応は通り抜けていくというか動いていくものなんで、もう一時気にしない、引っかからない、手放しちゃう。股関節の外側ですね、外側というか内側じゃなくて外側でも反応が起きるかもしれない。アンドロメダ星人かな、半分後半は多分ちょっと違いますね、前半と後半と。ちょっと強烈な感じがするところ、気持ちいいところ、気持ちいい強烈さっていうんですかね、なんか気持ちいい、なんかこうキューッとアイスパックみたいなところをどん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 こうそこにもう泣かせちゃう的な、入っちゃう的なところでも構わないと思います。今54分であと5分ぐらいかかるかもしれません。その状態で、呼吸を思い出す。首の周辺で、ちょっと動かしたらパキンとかピキンとか言うかもしれませんが、とにかくリラックスした状態を保ってください。反応が起きても、もう認識するだけ、もう、こう肩縮めない、伸ばす、反応が起きたら伸ばす、反応が起きたらリラックスする。反応が起きたらもうさーっと通り過ごさせる。はい、ですね、多分ゆっくりと波動が引いていくと思いますが、
まあこのまま、しばらくこの状態でいた方がいいかもしれませんね、これね。状態で、この状態入れる方は、この状態を保つのをお勧めしますが、まあ、そうでない場合は、多分自然にこう切り離れていくというか、元に戻るっていうか、まあ、なんていうの、普通の生活ができる状態になると思いますが、まあ、実感的に余裕のある方は可能な限りこれに浸っちゃう、エクステンションっていうか、続けちゃった方がいいかもしれません、ね。で、刺激物を少なくした方がいいみたいですね。この2、3日。刺激的なものを食べない。スパイスの強いもの。あとはクリーンなものですよね、多分ね。そんなくらいじゃないですかね。まあ、明日もお会いしましょう的なことを言われているので、明日もこの続きかもしれません。ということで、今回はこれで終わりになりますということで、それではまた明日。